はい、どうもイズログです。で、今日はまたね、休みができたからまた山の駅来てます。まあ、寮にいても息が詰まるからね。はい、まあ、ここは志賀高原山の駅で、お、今3連ゴンドラ上がってきたね。まあ、一応あの時はね、ガスってて曇ってたんだけど、まあ快晴だとこんな感じの景色になるんよね。まあところどころゲレンデもクラックが出てて、まああれだよね、まあシーズンも終わりだよね。まあ今日が3月の23なんで、3かな、ちょっと忘れたけど、まああと3だから、あと1週間ないか、5日ぐらいかな。で、外ごもりプレイスをリフォームしてオープンするようになります。はい。まあ、でもなんかこの、なんだろう、ロープウェイの味がいいよね。ね。なんかここ人がわちゃわちゃ来てたんだろうけど、で、あそこにね、あるアンティークなラジオが、これまた良くて、ね。まあ、ロープがもうかかってないのも寂しいんだけど、やっぱり晴れるといいよね。こんな感じの景色。でもなんかね、雲って流れるよね。まあ当たり前だけど。当たり前なんだけどさ。はい。ああ、まあちょっと考え事して、また寮に戻ります。まあ、とにかく今年の目標もとしてはね、家だよね。経済基盤としては、まあ家直して、ブログ直して、資格取ってかな。まあ資格取るって、まあブログネタなんだけどね。でも行けるとこまで行きたい。で、今気づいたんだけどさ、最大人員これ40人乗るんだよね。こんなちっちゃいさ、ケーブルカーに40人ってやりすぎじゃんとは思うけど、まあかつては乗ってたんだろうね。これまたすごいわ。まあちょっと最後にね、このアンティークなラジオ、本当にこれいいね、アンティークなラジオ。まあここもなんかカフェをやってるらしいんだけど、まあちょっとそれの営業中には間に合わなかったから、まあこんなもんかな。さて、まあとにかくね、今年の目標にしたことだね。経済基盤できるのかどうか、まあ、ちょっとやってみるわ。やれるだけ。じゃあね。